いや今日大雪降ってまして、外めちゃめちゃ寒いんですけれども、コンテナの中もねまだ断熱材全部敷き詰められてないんで、まあ、外よりはマシなんですけど結構寒いという感じになっておりますので、今日はねすごい厚着でお話しさせていただこうかなと思います。息白いの見えますかね。めっちゃ息白いの出てますね。ということで今回ですね、動画用のレンズはもうこの2本あればいいということで、今ね断熱材でちょっと隠しているんですけれども、まあこの2本あれば8割9割ぐらいのシチュエーションでもう撮影できるんじゃないかなというものをね、あのご紹介させていただこうかなというふうに思っておりまして、特にね動画用のレンズで1本目何買ったらいいか迷ってるっていう人ですとか、1本目レンズ買ったけどじゃあ2本目どういうレンズを選んだらいいか困ってるよっていう人にね結構参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。そして最初にちょっと宣伝させていただきたいんですけど、ダイゲンとゼロから始める動画作りスタートブックですね、僕が初めて書いた書籍になっております。まあ、動画のね撮影の仕方から編集の仕方までまるっとねこの一冊で学べるような本になっておりますので、ぜひぜひまだ購入してないよっていう方いたらぜひ購入してみてください。それではね動画用のレンズ、まず1本目いきましょう。1本目はデレ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 デデこちらです。今ここにね出てるのは、ソニーのですね 24-70mmF2.8GM2 っていうレンズなんですけれども、まあ、このレンズが必須っていうわけじゃなくて、1本は標準ズームレンズは持っていたらいいんじゃないかなというふうに思っております。で E マウントに限って言うと標準ズームレンズの選択肢めちゃめちゃ多くてですね、今ここにある 24-70mmF2 の他に、20-70mmF4G っていうレンズもありますし、タムロンからね 28-75mmF2.8G2 っていうレンズも出ています。でもうちょっとねズームレンジの広い 24-105mmF4 っていうねレンズも出ていたりして、選択肢がねめちゃめちゃあるんですよね。でそれぞれのレンズ特徴ねちょっと簡単にお話ししますと、一番ねやっぱりその描写力が高くて欠点の少ない映像が撮れるっていうのがこのね 24-70 の F2.8GM2 かなというふうに思ってます。で 20-70 の F4G は広角側が 20mm スタートなんでちょっとね広く撮れるんですよね。で僕とかねすごい広角の表現好きなんで、広角の表現好きだなっていう人は標準ズームレンズの中でも 20mm スタートができる20-70 の F4G のレンズがいいんじゃないかなというふうに思います。タムロンの 28-75mmF2.8G2 は 28mm スタートなんで広角側はねちょっと弱さはあるんですけれども、 75mm までね望遠取れるっていうことで、ちょっとぼかした表現がしたいなっていう人はタムロンのレンズがいいんじゃないかなというふうに思ってます。またね値段もタムロンのねその、28-75 の F2.8G2 ね他のレンズに比べて価格もすごく安いので、1本目本当に最初の標準ズームレンズとしてはかなり手が出しやすいレンズなんじゃないかなというふうに思います。そして最後にもう1本ね 24-105 の F4G ですね。このレンズね僕ちょっと1回しか使ったことないんですけれども、 24mm スタートで 105mm まで撮れるっていうことで、かなりねズームレンジが広いんで、まあ、本当に万能なレンズかなというふうに思います。まあ、どんなシチュエーションでも撮影することができるので、まあ、結構使い勝手はいいかなと思います。ただですねこの24-105 の F4G のレンズと 20-70 の F4G のレンズはどちらもね F4 なんですね。 F 値っていうのはボケ感ですとか映像のね明るさに関わる項目なので、 F 値がね低いければ低いほど、低いレンズほど明るくボケやすく撮影することができるので、まあ、F4 っていうねちょっと暗いあんまりボケにくいっていうところを許容できるのであれば、20-70 とか 24-105 の F4G のレンズはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっと簡単に説明したんですけれども、 24-105 の F4G のレンズ以外ね僕はあのレビュー動画出してるので、レンズのね詳細を知りたい人はそっちのねレビュー動画見ていただければと思います。でなんで標準ズームレンズがいいかと言いますと、標準ズームレンズ標準っていうぐらいなんで映像で標準的に使うそのね焦点距離がほとんど網羅されているんですよね。 24mm と広い画角も使えますし、 70mm とか 75mm っていうねちょっと望遠気味のね狭くてあのボケ感のあるね表現もできたりするということで、かなりね万能に使えます。
なのでお仕事とかで映像制作されるような方で1本目のレンズ何しようかな、あんまり予算ないんだけどどれ買ったらいいかなと思ってる人は、まず標準ズームレンズを買うといろんなシチュエーションで撮影できるので使いやすいんじゃないかなというふうに思います。僕の場合は最初タムロンの2875の F2.8、 今 G2 なんですけど、 G2 の前の、初代のね、あの標準ズームレンズを使っていて、それをね長らく使っていたんですけれども、まあ、最近になってそのタムロンのね2875の、G2 を購入したりですね、一番最近購入したのがこの2470の GM2 ということで、まあ、最初はね本当にその価格の抑えめの、タムロンのねズームレンズとかを使っていっても全然いいんじゃないかなというふうに思います。でさっき大元広角の表現好きだって言ってたんだから、2070の F4G でもいいんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですけど、僕ねあの広角のあとレンズ1635の F2.8GM2 持ってまして、このレンズが結構ねあの好きなんですよね。なので広角の表現は1635の方で僕はね補えるので、2070の方はちょっとねあの持っていないっていう感じなんですけれども、広角の表現が好きで F4 スタートっていうのが気にならなければ2070のねあの F4G レンズもかなりねいいレンズで、僕も一度お借りしてあの 2,3 週間ぐらいかな使ってたんですが、本当にねめちゃめちゃいいんで、ぜひぜひねそっちもねちょっと検討してみてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、いかんせん E マウントは選択肢多いんで、まあ、悩ましいところではあるんですけど、自分の好みのねその分自分の好みのあのレンズを見つけやすいと思いますので、ぜひぜひいろんなあの家電量販店とか触ってみるとか、あとレンタルして使ってみるみたいな感じで自分の好きな標準ズームレンズを見つけてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ではね2本目いきましょう。2本目はこちら、てれー 50mm F1.2 の GM レンズで、これもちょっとねあの GM レンズを今ここに置いてあるんですけれども、このレンズがいいよっていうわけじゃなくて、焦点距離ですね、 50mm 付近の単焦点レンズがいいんじゃないかなというふうに思います。でこれなんでかと言いますと、こっちの標準ズームレンズは結構ねいろんなカットが撮れる万能レンズなんですよね。まあ言うなればそんなにこう面白いようなエモいような、まあ、カットを撮るようなレンズじゃないんですけれども、こっちのね 50mm あたりの焦点距離の、単焦点レンズってすごくね背景ボケやすくてですね、被写体がこうくっきり浮き上がるようなねあの表現をすることができるんですよね。なのでこっちのね標準ズームレンズではなかなかね撮れないようなキラーカットを撮るような用途で使うと、この 50mm のね単焦点レンズはいいんじゃないかなっていうふうに思います。でこれまたちょっと E マウントレンズの話で言うと、やっぱり 50mm 付近ってかなりね選択肢がありまして、僕はこのね、F1.2 の GM レンズが気に入ってもう2年ぐらいですかねずっと使っているわけなんですけれども、この他にも 55mm の F1.8 の、レンズですとか、あとね 50mm の F2.5G っていうレンズですとか、 50mm の F1.4GM っていうねレンズもあったりするので、まあ、本当に選択肢たくさんあるんで 50mm もすごく迷うと思うんですけれども、まあ、ご自身のね予算とかとご相談して 50mm の単焦点レンズも選ぶといいんじゃないかなっていうふうに思います。コスパも良くて映りもいいレンズといえば 55mm の F1.8 ですね、ツアイスのレンズなんですけれども、これもね僕、動画始めたての頃ですね、結構初期の段階で購入してすごく長らく愛用しておりました。すごくコンパクトで価格もね結構抑えめな割に映りも良くてですね、すごく使いやすいレンズなので、1本目のねあの 50mm 付近の付近って言ってたのそのレンズがあったので、あの 55mm なんでね付近って言ってたわけなんですが、50mm 付近の、単焦点レンズで最初何買ったらいいかなっていう人は 55mm の F1.8 ですね、ツアイスのやつを一回試してみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。でそのレンズの描写でちょっともう一個上行きたいなっていうふうに思ったら、50mm の F1.4 の GM レンズとか 50mm の F1.2 の GM レンズを購入して使っていくっていうのがねいいんじゃないかなっていうふうに思います。最初からね高いレンズはね買ってもいいんですけど買わなくてもいいと思いますので、まあ、ちょっと予算と相談しながらレンズ選びしていくといいんじゃないかなというふうに思います。この動画はロイヤリティフリー BGM 効果のオーディオストックの提供でお送りしました。ということで今回はですね動画の撮影はねこの2本のレンズがあったらまあほぼいけるよっていうことで、2本のね標準ズームレンズと 50mm 付近の単焦点レンズをご紹介させていただきました。僕はですね最初そのねあのレンズのこと全然わかんなくて、焦点距離もあんまりわかってなかったんで、いろんな焦点距離のレンズを買ってみて試してみて、であれなん
か合わないなと思ったら売ってみてみたいなことをして、かなりね遠回りをしました。僕がね動画始めたねその当時に、まあ、こういう動画あったらねよかったなっていうふうに思ったりもするんですけれども、まあ、最初の2本は、まあ、このレンズがいいんじゃないかなと思います。でこのレンズを揃えてからですね、もっと広角の表現したいなと思ったら広角の単焦点とかズームレンズ購入したり、もっとね望遠の表現、圧縮効果を生かした望遠の表現したいなと思ったら望遠レンズですね、70-200mm のレンズとかを購入して表現の幅を広げていったらいいんじゃないかなというふうに思います。いかんせんね、ほんとレンズ選び難しいですし、なんかねレンズいろいろ試してたらほんと沼っちゃってね、もうレンズ無限にこう増殖していって困るかなとは思うんですけれども、まあそれもねやっぱりその映像とか写真の楽しさの一つなんじゃないかなと思いますので、あの思う存分レンズ沼にハマっていただければと思います。ちょっと相談1個してもいいですか。 35mm 単焦点難民になっておりまして、ちょっとこれ端っこ置いとこなってて、今ね何の 35mm 買ったらいいかすごく迷ってるんですけど、ライカのですねズミクロン R の 35mm ねいいんじゃないかなと思って探してたんですけど、なんか35結構高くてね、で弾数も少ないのかあんまりね、あのヤフオクとかで売ってなくてですね、20万ちょいとかするのかな、状態いいやつだともっとするかなと思うんですけど、なかなかなんかね良さそうなやつに出会えなくて、 35mm 何にしたらいいでしょうか。何かねおすすめの 35mm あったらぜひコメントで教えていただきたいなと思います。でなんかね普通の写りをする 35mm は今使ってる1635の GM2 の 35mm 側でいいかなっていう風にちょっと思ってるんで、ちょっと面白い描写がねできる 35mm の単焦点が欲しいなっていう風に個人的に思っております。ということで本日の動画は以上になります。この動画になってもたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。マグネットというビデオグラファー同士が横のつながり作るオンラインサロンやってまして、マグネットのねオフ会とかやるとやっぱりね標準ズームレンズ持ってる人結構多いなっていう風に感じますね。まあそういったねなんか情報交換とかするのもすごく楽しいサロンですので、ぜひぜひ興味ある方マグネット入ってみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。したっけね、ちょっと足寒くてちょっとかじかんできましたね。ちょっとあったか靴下履いてるんですけど、やっぱ寒いわ。ストーブも一応つけてるんですが、ほぼね外みたいな感じなので、ちょっとまたあの家の方に戻りたいと思います。